さんとちょっとタイプ近いんですよね。なんか中足メインでいく感じ。川俣さんと違う感じ。実況解説で、2人とも解説で。あ、うまいな。あ、惜しい。あー、今のは遅らせ相模チューパーの重みを投げ返したって感じですね。竜巻と両対応の重みを投げ返し、深い。うまいや。ちゃんとダブルで落として返せない。4回刻みね、かなり返すですからね。返せない。電車はついてないですね。しちゃいますね。うん、あ、うまいな。しっかりダブラリ、カフハンデスクリ入って、ね、これ 1-0? あれまで1本目 1-0 か。まずは 1-0 っすね。もめおさんはなんか、なんだろう、弾きもあるけど田村さん的な圧力もあって、なんか丁寧だし太いっていう感じのね、ザンギ。うん、あ、浮き攻めがうまい。うん、あ、惜しい。うまい。ああ、なるほど。最後あれ、残業よく使いますよね。遠目で見てからジャンプ。中足がちゃんと当たるところで振るのがシロさんの強いところ。こうなるとちょっとね、ザンギも逆転難しいですよね、正直。だからなんか端に早く詰めるのが川俣さんとかサシスさんのスタイルなんだけど、シロさんは丁寧に戦って、まあ、端に行ったら行ったで、まあ、取り囲してみたいな感じなんですよね。うわこっから竜も厳しいけど、うわ、しっかり安全重ね。ね、当たる位置もあるんですね。しゃがみガードしたからじゃないかな。ローだと普通立ちガードになっちゃって離れるんだけど、しゃがみガードだからガードが近くなって台足の確判が確定した感じかな、多分。うわー、よく見てな今の。踏み込みがうまい。こっから殺しきれるかが。ああ、ダブラリ出なかったのかな。あのダブラリをミスった時にヘッドバット出るの何とかしてほしいんですけどね、本当にさらにね。だから右下とか前下とか後ろ下とかでダブライ出せば化けてもしゃがみパンチになるから ね、それでもいいかもしれないけど、ただ歩きながらだとどうしてもね、なっちゃうんですよね。ちょっと見てから今、あ、え、何見てから、あ、見てから、うん、見てから、すごいちゃんと見てますよね。地上もハードも両方。ああ、勝利落ちたか。ダイエットだったけど。ああ、ナイス、台足。
も負けてたけど、ね、あのザンギがローガサに行くときにどうしてもガード確認になってスクリーン行くのが難しいんですよ。だからあの竜巻食らっちゃうんですよね。ガード通っちゃうんですよ。前に入れるから。そうそうそう。今ところで何年ですか。21ですね。シロさんに、もみおの2、もみおの2の、ああ、うまい。あー、頭突き、今の体力的に多分逆転狙いで竜巻だったら頭突き当たって一発で逆転できるっていうプランだったんでしょうね。地獄好きたまりがそういう時の格闘の時があるのは竜巻と両対応というかね、竜巻が出ても落とせるから地獄好きにする場合も。うまい踏み込み、あーほっ、うわー、これきつい、入りはきついよ。もみさんどんどん前に来るから、リュウもかなりプレッシャーありますよね。すんごい前に来るから。わかんないですよ。うん。出て。リュウはあと一発で死んじゃうからかなり厳しい。ああ、でもこれで。これで一応なりましたね。どうする？ああ、飛びたー。いや、飛び悪くなかったですね。悪くないね。だから昇竜だと飛び合い打ちだから、通常対空 だったら悪くても相打ちになるみたいな、多分 ね通常対空だったら、あ、台足だったら大番勝つし、はいはい、うん、いい選択だったけど、やっぱり本当お互い恥がね、恥がね、だからどう恥に持ってくかっていう。ああ、ストーリー出ますね。でもこれ残機だから、あと1回、今のダヤシは、残りちょっとの体力、リュウが削るときによくやる踏み込み中足か、ちょっと中足を空振ってもリスクないような位置でちょんと当てに来るやつを、先読みで置きダヤシで、うん、落とした感じですね。ああ、ナイスガード。そう、じゃあの中足を当ててくるのと、あと中足の空振り、振り込み出しをやられてもちゃんとガードするんですよね、理由、うまい理由はね。しっかりする理由は。これね。うまいな、中足の前がうまいですね。うん。あそこしかも先端だから、中足ちゃんとそのなんだ1台前で打ててれば中足波動にダブライ食らわないのかな、もしかしたら食らわない時があるような気がした。あ、ちょっと分かんないんですよ、打っていいのかが。これマイク入ってます？あ、入ってるか。
あれ今いくつですか。今わかんない、いくつなんだろう。今いくつですか。今4、あ、もみは4に強いな。うわ、みんなよく見てるよ。しっかりしておる。4発刻んでからのダブルアリって熱かったな。新聞読みですよね。あー、そうか、今度は勝利をかぶった。うおうわ、合ってる。竜巻を通って許さないですね、あんまりのね。5-2かな。あ、5-2、いや、3-4、あ、4-3、4-3、4-3、あ、もみお4の白さん、3、白さんの4。あ、そうなの。あ、4か。あ、そうか。なんか夢中になりすぎて全然星が稼がれてない。ここであれは返せるんですか。返せますよ、多分話でやってると思うけど。でもね、なんかガード一択だったら、ガード一択っていうかガード読みで出されたら結構プレッシャーかかりますもんね。白さんの理由は川又さんから見てどうなんですか。残留戦でこうなんかすごい違うなっていうか、いいとことかってどうなんですか。川又さんと違うところ、全然違うですよ、でもスタイル的には。あ、そうですね。ね、おお、食べるんか。しかも川端さんの答えだと、中足そんなに使わない、はい、なね。あ、そういうのはありだと全然思います。うん、ありだけど。あの、でも普通はあのほら、リオのああいう中足がちゃんとガードをあんなにちゃんと当てられないんですよね。なんない。すごい上手いですよね。そう、上手いね。そうそうそう、上手いの、あの中足が使える場面がほとんどないから。視聴者が20人ですね、今。20人少ない。すごいな、見て。いやうわぁ、お気づめがね、うまい。巧妙巧妙の一言。スパイキックから待って、パスだけ出させてとかね、巧妙。もうね、あれ名誉のお気づめだった時はね、なんか、ほんとね、田村さんテイストがあるんですよ、なんか。頑張れ。あー、素晴らしい。これで5の終わり。白さんが0、白さんに今いくつ。白さんが5、青みが4。これね、レバーどうなの、弾きは。あ、大丈夫。これ今ツンピー、これからツンピファンキーの方が今やっぱ出るでしょ、弾きだけだって。うん、うん、そうだね。今5-4さんが熱いな。
やかましいわ。やかましいわ。俺だけ弱いみたいに言うな。そうじゃん。そうじゃん。そこら辺で引いとこ。さすがに。いや、土地の問題じゃないから。じゃあ、5、4で、コートチェンジして。コートチェンジして。サイドチェンジして。モミオが 1P ですね。 1P は弾きが出やすいっていうところがメリットで、はい、歩きガードしづらいっていうところが 2P よりはちょっと、なるほど、うん、だから通常の、まあ、動き前感じというか立ち回り歩きは 2P の方がいいですよね。あと端でスクリューやった時に端に持ってきやすいのが 1P だとしっかり前まで入れないと1回転させて端に持っていけないから、そこはメリット。でも弾きのあるなしでかいっすよね結局ね。弾きスクリューのあるなしは ね、 ああ、 ねないとね、感じがね強いですね、うん、こうなると厳しい、うん、まあ龍が勝つときほとんどやっぱ恥っすよね。恥ね。あ、惜しい。ああいうねバブアリがね。川間さんですか、ダブラリーのこの難しさ。ダブラリーをダブラリーミスってなんか本当な食らっちゃうのとかしょうがない、うん、そうそうそう、残機の宿命ですよ。64、うまい。うん、そう、これです、巧妙に、はい、こういう時はリードしてる時ですか。うーん、俺はなんか残実会的には待っててもあんまいいことないからやっぱ攻めたいんですよね結局。うん、そうそうそう、忍びますからね、うん、端の取り囲の仕方って何かコツはありますか。コツは残業を取り囲するときのコツ。特にない、結構ない。ありがとうと飛び起きをつけて、うん、頑張れ。あー精度がやばいですね。そう、なんだろう、中足のメリットはやっぱ勝利で対応できるところなんですよね。そうそうそう、端に詰めてここからあと一発。うわすごい、すごい。これは今のジャンプパンチなんだろう、わかんないけど、できないですね。うん、あれ、端のやっぱりもみおプレッシャーやばいですね。やばい。レンキャンジャンプから、あー、ちょっと焼けちゃったか。踏み込み中足がうまい。あー、ここで影根からスクリュー決まって、あー、まあね、
あーまあまあまあ、いやーナイスケースですね。うまい、うまい、しっかり波動を見てでダブルアイで切って、中央まで戻ってきたけど置き攻めでこれで、あー竜巻暴れ、さあどうなる、この運命どうなる、残った、おお、あーあー待ってる、ですか、なんで勝てんのあれ、なぜガードできる、なぜガードできる、読み切った、その前のあのシロさんが踏み込んでダイヤ切ったのも熱かったですね、あのチラシのいつもチラシとぶつかるところを踏み込んでダイヤ切ったところはね、端になっちゃってここから早く切り返したい、あ本当中央に戻りましたね、いいスクリューだ、うわー強気、今のはね返せないです、無理です、返せないです、いい踏み込みだよしな、置き攻めが、あー竜巻で返されて、おあるよワンチャン、おっおっ、しっかりスクリュー、今のは偉いっすね、偉いっすね、今の俺自分でやってるイメージだったら中足ダブダリで死ななかったかも、いやしっかり作れるとこすごいですね、中足ダブダリだったらまだいい方ですよ、でもこれは多分ね大君大君大君長い、うわー大足か、あれね、8の5ここぞって時に大足使ってくるな、使い分けがうまいですね、うん、うまいですね、8号、もみを頑張って、この端が本当に強い、残機は、うん、もうここを抜け出す技術も本当結構必要ですからね、まあ技術っつうか結局バクチコードをしないと抜け出せないですよね、まあ竜の ある程度は攻撃を受け切って、うん、ガードしながら前でんのがベストだけど、これはこれでまた攻撃がね、うん、面白いですよね、ダブやるよ、そう、どうなる、いいな、いいミドルだ、ようフェイントに1回入れてからのミドル、もし結果はローキックスクリューで、うまい、おこれはさすがに、いや、シロさんこっからね、やばいんですよ、シロさん粘り強いですよね、粘り強い、
追いついた。あー、逆転。これね、ダブやりが難しいんですよ、本当にね。本当にね。本当に来ましたね。頑張ってガシ、もうみを頑張って。あー出るなー。頑張ってほしい。あっぱ。苦しいけど。惜しい。いやー、いい勝負でした。なんかね、10対5。やっぱ置き攻めでね、恨めるとなんか序盤は置き攻めがすごい当たってたんだけど、うん、途中からなんか竜巻がしつこかったですね。とにかくこれでもかとかずっと竜巻来てなんかそれで裏も洗えちゃったりね、はい、なんか難しいですね。でもこれいい勝負ですね。いい勝負でした。やっぱザンギーリですか。ザンギーリとは言い切れないね。言い切れない。俺はザンギーリで。言い切れないわ。お疲れ様でした。いい勝負で。じゃあ勝利者インタビューを志野さんお願いします。はい、モミオがものすごい強いってですね、どちらにでも結構勝ったり負けたりだったんで、まあ、こうやって自分がいい機会になったとともにちょっと嬉しいです。